皆さんこんばんは。本日はシャレにならない裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。はい、シャレ裏ね、一層興味深いんですけど、はい、今日はね、ちょっとなんか特殊な感じが僕はしておりますよ。はい。はい、ではですね、前回登場いただきました、はい、占い師の、はい。秀丸さんにですね、はいはい、引き続きご参加いただいた上でですね、はい、はい。今回の特別ゲストをご紹介させていただきます。はい。今回のゲストはですね、世界の言霊師、クナさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。世界の細魂、スクナと申します。ほう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 。ありがとうございます。スクナさんがですね、一体どのような方かと申しますと、言霊師というですね、うん、ご職業でいいんですかね。そうですね。言霊師として活動しています。されているということですね。はい、で、言霊師で簡単にですね、スクナさんってこんな方なんだよっていうのをちょっとまとめさせていただいたので紹介させていただきますと、はい、喋っただけで命を狙われている。これは、確かに。そして自分が作った言霊を使うと。はい、で、コミュニティが1万1000人おられるそうで、しかもロト6で100万獲得されていると。はい、そして、年収も増えておりまして、認知症が治ったりですとか、医者や弁護士などもいるということですよね。言霊師、表から姿を消そうと思っているというような感じでまとめていただいたんですけども、はい、ざっくりと、はい、でもちょっと説明していただきたいんですけども、はい、どういう方なんですか。まあもともとはスクナさんは鑑定士、はい、いろんな方のお悩みを解決されてたんですけれども、はい、まあ尽きないよねと、はい、悩みが、うん、だったらその人間ってやっぱりずっと思いというか願いを叶えたい生き物じゃないですか。で、毎回そういう鑑定とかも大変だから、うん、じゃあエネルギーを使った言葉を作って願いを叶えさせてあげようっていうことで、言霊っていうのを作られたんですよ。で、僕もいただいてます。はい。で、2つありまして、三位一体っていうのと微心入心っていう2つがあって、これは三位一体っていうのは願いを叶えたい。自分がこうなりたい、こういう未来を作りたいという方が、うん、まあ、向いてる言霊ですよね。うん、で、微心入心っていうのは、鬱とか病気ですね。うん、それこそメンタルが、きつい方とか、うんうん、そういう方が微心入心っていうのが、言霊を聞くだけで、うん、こう、どんどん治っていくっていう、不思議な、はい。要は言霊ってよく僕たち全然ね、わかんない方からすると、はい、その人の言葉には、なんかその物事のね、はい、これを言う続けることによってなんか願いが叶ったりするとか、はい、その言葉自体に意味があるとか、ありますね。ってことですよ。じゃあ、スクナさんはその言葉を言うことによって、その効果がなんか実際に実現するという。そうですね。本来、人間が持ってるエネルギーよりも、数億倍。うん。まあ、もう、数えきれない、もう、なんだろう、単位つけたらおかしいぐらいですけど、つけれないぐらいの、効力というか、うん、エネルギーがあるんですよ。そうなんですか。スクナさん、そういう認識でよろしいでしょうか。ありがとうございます。今ちょっと、お話をお伺いさせていただいてて、ちょっと補足というか、はい、僕の方からちょっと、説明させていただきたいんですけど、はい、今、ノブさんが、はい、おっしゃっていただいたみたいに、まず、喋っただけで命を狙われるっていうのは、はいはいはい、別に僕は普段喋ることに関して命を狙われるっていうことはないんですけど、はい、ただ、僕、その、某国の大統領から認知されてるので、その国のですね、はあ、重要人物、要人の、命を救ってしまったっていう、経緯、経験、それからその事実がありまして、はい、それらに関することっていうのを、はい、要は表舞台で話すっていうことに関しては禁止されてるんですね。なので、はい、それを喋ってしまうというか、別に僕は喋ること自体も、はい、まず問題ではあるんですけど、はいはいはい、聞いた人っていうのも、はい、言ってしまったらお前も知ってるよねっていうことになるので、聞いた側もやばいと思うんですよね。はい。
なるほど。はい。聞いた側もやばいから喋れないんだっていうことなんですね。そうです。そうですね。で、あと、はい、まあ、あの、自分が作った言霊っていうところで、はい、その言霊についてもなんですが、はい、なんかこう、世間一般で言われている言霊のそれとは、はい、僕の言霊っていうのは全く違うんですよ。はい。そうですね。はい。うん。なので、今、あの、モーホさんがおっしゃっていただいたみたいに、はい、例えば、その、言葉っていうものにそもそもの力があったりとかっていう、はい、なんかいろんな、まあ、その、研究結果であったりとか、はい、まあ、論じられてる方おられると思うんですが、はい、正直、あの、このどれにも当てはまらないのが、僕の言霊なんですね。はい、で、ロト6の話もあるんですけど、はいはいはい、これに関しては、そのうちのコミュニティ、確かに今、ご紹介いただいた通り、1万1000人ほど、はい、いるんですけども、基本的にうちはその宝くじであったりとか、ギャンブルであったりとか、はい、そういったもので、あの、いわゆる僕の言霊を使って生計を立てている方もいます。あの、もうその当てたいとか、その、なんつったんですかね、まあ楽して、はい、お金やりたいっていう人も中にはいらっしゃるので、別にそれも僕はどうでもいいと思ってるので、はい、好きにしなさい。僕そうです。はいはい、僕そうです。僕も隠れてますけど、そんな感じです。いや、本当にあの、もう単純に今、秀丸さんがおっしゃっていただいたみたいに、はい、人の願いっていうのを、はい、叶えるっていうことさえできてしまえば、結局世の中から悩みって消えるよねっていうことでやっていて、はい、僕の言霊を持ってる人間の半数以上っていうのが、はい、現状今願いを叶えてるっていうような状態なんですよ。すごいじゃないですか。ありがとうございます。まあ、いろいろ本当にご紹介いただいたので、すごい、あの、ちょっと補足で、すいません、まずはさせていただきました。いえいえ、ありがとうございます。で、はい、あの、今回なんですけども、基本的にはこのチャンネルですね、はい、そういった特別な業界の人しか知り得ない裏の話ですとか、はい、なんかそれに基づいた事件ですとか、はい、そういったような内容を話していただく、チャンネルなんですけども、うん、具体的にちょっとその言霊、はい、あの、皆さん多分、あの、言霊ってね、多分言葉に力があって、その通りになるよぐらいのね、うん、某、漫画、でもね、言霊使いっているじゃないですか。呪言使いみたいなのね、はい。はい。なので、あの、ざっくりとしか、多分分からないと思うので、まあそういったところからお話ししていただければと思うのですが。はい。単純に、言霊って何なんですかね、はい、言霊、そうですね。僕が言っている言霊っていうのは、はい、いわゆるそのスピリチュアルの世界というか、目に見えない世界において、原点にして頂点と。ということを言っています。はい。はい、で、まあ、人間と、まあ、人間以外で考えたときに、うん、まあ、それこそ、あの、ノブさんとかは、その、心霊体験というか、はい、まあ、表意体質でも、あられると思うので、はい、やっぱりそういう、こう、目に見えない世界については、お詳しいと思うんですけど、はい、とは、やっぱりその、エネルギーですよね。うんうんうん、あの、人間の持つエネルギーと、それ以外の存在が持つエネルギーっていうのは、こう、全く、違うじゃないですか、うん。なので、そうですね。まあ僕のその言霊っていうのは、うん、結局、その全く目に見えない、世界において、うん、多分、最も強いって言っていいんじゃないかなって思うんですよね。うん、自分の実績とかを考えたりとか、本当に願いを毎日のように僕叶えてるので、うん、なので、それがやっぱり報告として上がってくるし、うん、それを見て、半信半疑の、よりの人が、うん、どん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 信じざるを得ないような状況になっていってるっていうのが、うんうん、今の現状でして、まあ、そうですね、ちょっと言霊について説明しようと思っても、うん、なかなかちょっと難しいところでもあるんですけど、まあ、一般的な、本当に先ほども言いました通り、はいはい、一般的な言霊とは、まあ、全く違う。違うもん。そうですね。なんか具体的にその言霊を使ったことによって、こんなことが実際ありましたとかっていうので、はい、なんかちょっと大きいトピックとかあったらお聞かせ願えますかね。スクナさん、いいですか？あの、はいはい、僕が説明したら、ちょっと、いいかなって思うので、はいはいはい、僕はスクナさんの言霊をいただいてるじゃないですか。うん、で、この言霊を聞いて、自分は、はい、ちょっと前に、占いの勉強会というか講座
で、20万かかるんですね。うん、で、ちょっとどうしようかな、この金額、欲しいなって言って勉強受けたいなって思って、うん、その日に、お出かけしたついでに、ふらっと宝くじ売り場があって、うん、あ、買ってみようかなと思って、で、スクラッチ3枚、200円の3枚買って、削ったんですよ。うん、そしたら、50万当たったんです。スクラッチなん、はい、なかなか正直当たらないですよ、ね。当たんないじゃないですか。ちょっとスクナさん正座しますね。いや、見えてないですよ、スクナさん。いや、本当に、それで、やっぱり僕のこの思いっていうんですかね。その言葉も聞きながら、その僕は、授業というか講座を受けてるイメージをしながら聞いてたんです。で、その後の宝くじで3枚で50万が当たったっていう感じなんですよね。すごいね。これは本当にびっくりです、僕も。だから、ちょっと思ったのが、はい、先ほどその、例えばね、某国の、はい、偉い方というか、そういう方から、なんか、まあ、お願い、というか、なんかそういうやりとりがあったっていうことですけど、はい、結構そういう、なんていうんですかね、そういうのって、あの人が、を消してくれとか、ほう。なんか、うん、そういったこともあるんですかね、依頼として。そうですね、全然普通にあります。すごいね。全然普通にありますし、はい、まあトークとして、エピソードトークとしては、はい、まあ、例えば、うちの、ご依頼者さんの中で、はい、まあどうしても、欲しいと、はい、まあこの世から、いうところで、まあその言われましたので、はい、内容をちゃんと読ませていただいて、非常にこう、ひどい内容だったんですね。数十年間にわたって、実は父親から性的暴行を受けていたっていう、女性の方で、欲しいと、こういうことだったので、まあそれはもうちゃんと見させていただいて、あ、こいつもお前のこと言ってるなと思ったんで、はい、それはスクナさんが、願うというか、思うということによって、それが具現化するという。そうですね。厳密に言うと、まあ、僕自身が、言霊を使って、いわゆるその、僕が皆さんに与えている言霊っていうのと、僕が僕自身に使う言霊っていうのは全然違うんですよ。なので、その消すとかの場合っていうのは、まあ、よほどのことがない限りもちろんやりませんし、そうですよね、でもそもそも、まあね、人間がどう生きてようが興味ないので、正直、はい、うん。なので、そのよほど、まあ、自分にとって、まあ、自分の心が動いたというか、その時は。なので、まあ、あまりにもかわいそうだったので、まあ、事情も事情やったし、まあ、こいつ生きてても仕方ないよねと思ったんで、すごいですね。スクナさん、そのね、はい、例えば、言霊、はい、まあ、その、僕が知ってる限りの言霊のイメージちょっと話させていただくと、なんか本当に今やってる仕事が、はい、上向いてお金稼げますように、みたいな願いあるじゃないですか。あ、はい。そういったものも、スクナさんに言葉をもらえたらそれ叶うってことなんですか？ですね、厳密に言うと、まず、何々しますようにっていうのが、そもそも僕は間違ってるよっていうのを教えていて、はい。その、何々しますようにって、できないかもしれないけどっていうのが含んでると思ってるんですよ。はい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 、はい。はい。なので、はい、そもそも何々しますようにじゃなくて、何々になっているっていう、言い切るんだ。その現在形、はい、はい、現在形で。はい、はい。で、自分の世界に対して、その影響を与えていくっていうことであれば、もちろん僕の力、ありきの話にはなるんですけど、はいはい、僕のエネルギープラス、その概念を変えることによって、うん、いわゆるじゃあ、うちの、まあ、コミュニティ、ファミリーって言ってるんですけど、うん、ファミリーの中ではじゃあどうなってるかっていうと、給料倍になったりとか、まあ、もちろん、まあ、年収倍になったりとか、月収が倍になったりとか、3倍になってるっていう人もいますし、働かれて当たってる人もいますし、お金がどんどん入ってきてるっていう人は普通にいます。うわー。ちょっと待って、聞いていいですか？はい。その力というか、効力みたいなものっていうのは、今、スクナさんが、例えば誰か人間に対して、一人の人に対してっていう効力があるってことを分かったんですけど、例えばですよ、その、はい、その効果が及ぶ範囲というか、例えばその、どこどこに雨を降らせたいとか、うん、なんか、そういった天候であったりとか、そういったことも可能なんですかね。これ、ツイッターにそのまま書かれていたことなんですけど、うちのコミュニティが書いてたんですけど、はい、なんか僕あまり詳しくないんですが、F1?
かなんかあったんですかね、鈴鹿かなんかで。あ、はいはいはい、はい。ずっとなんか雨続きかなんかで、予報も雨ってなってたんですけど、はい、僕の言霊使って晴れさせたって書いてる人いました、ね。はぁー。スクナさん。はい。スクナさんって、はい。例えばね、そんだけの力をお持ちだとしたら、はい、なんかもう、はい、完全になんかね、戦争なくしますようにとか、うん、なんかそういう平和、世界のためにっていう、うん、その力を使うっていうことまでは及ばないんですか？なんか、希望的に。及ばないというか、はい、本当に変な言い方にはなるんですけど、はいはいはい、そのまま言わせていただきますと、はいはい、本当に興味がなくて、はい、人の生き死にも本当に興味がありませんし、別に僕はなんか誰かを、なんか平和にしてあげたいとか、はい、なんか、世界中の人を救ってあげたいとかって全く思ってないんですよ、はいはい、この力自体もやっぱり使ったらしんどくはなるので、僕自身がスクルさんに影響があるんですね。そうです、そうです。なので反動があるので、はい、なので唱えられる人数っていうのを決めてるんですね。なるほど。それこそさっきノブさんがおっしゃっていただいた通り、はい、表から姿を消すっていうのはどういうことかっていうと、はい、そのめちゃくちゃ変な話なんですけど、はい、僕その一人勝ちできたらいいじゃないかと思ってるところがあって、はい、考え方として、はいはいはい、うちのコミュニティというか僕の言霊を聞いていて、はい、自分の願いを自在に叶えていくっていう人が、うん、まあある程度の人数がもう生まれたら、うんうん、もうその表から姿を消す。今 YouTube、うん、まあ、VTube としてやらせてもらってるんですけど、はい、そういうのももう全部消して、はい、都市伝説になるご自身が、その、うん、なるほど。最後は自分の都市伝説。はい。そうです。あの時なんかあんなやついたよね、スクナってやついたよねっていう、うんうん、なんか、そんなあったよねっていうのを、もうどうせ多分10年、20年もすれば風化すると思うので、僕が出てたことなんて。はい、なので、なんか、その証を今なんか残していってるっていう感じです。で、まだ見ぬ人に出会いたいなっていう。ジョン・タイターみたいな未来人のね、なんか一時期あのやつちょっといたよね、的な感じに多分考えてんのかな。いや、なんかこの考え方がダークヒーローですね。うん。うん。うんうんね、いや、その力があったら ね、ヒーロー的な発想まで行くのかなと思いきや、そうではないんですね。うん、だからなんか。そうなんですよ。僕は人間が嫌いで、あら、モンモンさんと一緒じゃないですか。僕は人嫌いで動物自然好きなんですけど、ここは一緒ですかね。そうですね、僕も動物自然っていうのは好きなんですけど、僕人間に裏切られすぎているんで、はい、人間に対して何の期待も正直ないので、はい、そうですね。だからっていうところだと思います。はい、なんか、平和のためにとかなんか別に何も思わないですし。なるほどね。はい、言霊が、自分自身で備わってるなと思ったのっていつぐらいなんですか？5歳ぐらいです。うわ。それは具体的に何かがあって。そうですね。なんか、臨死体験の話とか、よく皆さんおっしゃるじゃないですか。はい、なんか死にかけて、はいはい、生き返ったら、なんかいろんな、景色を見たよとかいう人いるじゃないですか。うん、僕は5歳の時に死んでるんですよ。本当に。はい、で、完全に死んだっていうのが自分は分かっていて、はい、で、死んだらどうなるんですかってよく話するじゃないですか。はい、その地獄があったり天国があったりとかって言うじゃないですか。はい、っていうのは、まあ本当に僕が見た世界では全くなくて、はい、いわゆるそのままの景色だったんですよ。そのままの景色。はい、そのままの景色でした。で、耳は聞こえない。で、風が揺れてるのは見えるけども、でも別に肌に何かを感じるっていうこともないっていう状態だったんですよね。うん、で、完全に肉体がもうそこにあるので、うん、死んでるやんってなったのが、5歳です。で、それぐらいの時から、もう身の回りに、まあ、おかしなことが起き出すというか、まあ普通にそれこそ、多分ドブさんは分かっていただける世界だと思うんですけど、はい、もう死んでるやつを喋るとかっていうのは全然普通に、おしゃべりじゃないですか。おー、すごい。はいはい。はい、なので、まあ、それこそうち、まあ、スクナファミリーって言ってコミュニティですけど、うん、その子たちの中でも、やっぱり、まあ、亡くなったお子さんを持つ、親御さんであったりとか、まあ、おじいちゃん亡くなったおばあちゃん死んだとか、お姉ちゃん死んだとか、まあ、いろいろあるんですよ。うん、で、そんな中で、まあ、普通にこう、なんか、会話。この人が本当に実際に僕の前に来たら、別に強制も共有もすることじゃないんで、来たら事実として今何喋ってるかっていうのは教えてあげたりとかするんですけど、もう結局、
霊が見える見えないの話とかって、なんかあの、僕の中ではなんですけど、はい、結局その、人間って別に死んだ時のままの姿っていうわけでも別にないし、認識がないだけで、思った通りの形に変わるというか、はい、自分自身が。で、そこで僕普通に5歳の時から喋ってて、はい、人間と区別がつかなかったんですよ。はぁ、あ、幽霊と。はい。生きてんのか死んでんのかわからんくて、はいはい、おっさんと喋ってたら、うん、おっさんにま連れてかれて、うん、いや、なんか僕はここで死んだよってことを言われた時に、あ、こいつ死んでんねや、みたいな出会いなんで。はぁ、なるほど。はい。その時ぐらいからです。なんか人の心が分かるようになってしまって、人の心の声が聞こえるようになってしまって。で、自分にそういう能力があるというか、はい、なんかまあ、変わってんやろうなっていう風になったんで、うん、で、友達とかが、まあ友達にそんな話しても誰も信じてくれないので、うん、でむしろ気持ち悪がられてたんで、ずっと。はい、で、自分でも封印ずっとし続けて、してきた感じですね。はい、すごい、勝手なこと言って申し訳ないんですけど、すごく、僕共感しまして、今。ああ、ありがとうございます。僕もそっちなんですよ。もう、スクナさん、完全な、はい、もう、すげえ介護感なんですけど。いやいや。はい、人の感情、すごい、入っちゃうんですよ。はい。で、その、不思議なこととかあっても、周りから共感されないみたいなのが、すごい、一緒でした、はい、僕。小さい時から。いや、でもそうだと思います。ご苦労なさったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ちょっと聞いていいですか？例えば、その、亡くなった方とのお話っていうことで、スクナさんのファミリーの中で、まあその、はい、お話をなさったこと、亡くなった方とお話なさったことあるということでしたけど、はい、例えば、いたことが高齢術みたいなものって、亡くなった方を、その自分の中に下ろして、そのメッセージを発信するっていう形とは全く違うっていうことなんですよね。そうですね。なんか嫌な言い方になるんですけど、あれ、何なんでしょうね。僕はそのなんか、取り憑かれるっていうのは全然あるんですけど、ただそれをわざわざ自分に下ろして、喋るメリットどこにあるのっていうふうに思うので。おうん。はい。じゃ、例えば、はい、A さんっていう人がいたとして、その A さんのご家族が最近亡くなったと。はい。で、亡くなったその家族の人と、がどう思ってるかを知りたいので、スクナさんお願いしますとかお願いをしたら、なんか、なんだろう、その亡くなった人がスクナさんの目の前に現れさせるって言い方おかしいですけど、なんか、そういうことをすることもできるってことなんですか？いや、これ本当にもうリアルにお伝えするんですけど、はい、そのなんか、そもそもそういう依頼を受けることっていうのがあんまりなかったんですけど、多分今まで100件あるかないかぐらいなんですけど、はい、で、この5年でそれぐらいは受けてきたんですけど、そのうち来たのって多分10人行ってるか行ってないかぐらいなんですよ。で、真横で喋られる感じです。で、真横で喋られるけど、僕の目の前にいるっていう感じですかね。要は、耳の音で絶対喋ってるんですよ。彼ら、彼女たちって絶対に。僕はそう聞こえてるんですね。左の脳の方から聞こえてるんですよ。でも、普段の形を認識するときは、僕もパソコンの画面に向かって、喋るんですけど、鑑定のときは。そのパソコンの画面に映ってるっていう感覚なんですよ。だいたことさんみたいに、自分に下ろしてっていう形ではないってことですよね。全く違いますし、うん、本当に意味が分かってないです、僕。あんまりこういうこと言うのは良くないんかもしれないんですけど、僕その、皆さんがスピリチュアルとか、なんか勉強なさってたりとか、いろいろ、まあ、オカルトのことについてお詳しいと思うんですけど、うん、本当に知識も何もないので、うんうん、ただ自分がやってることを、リアルに見てることを言ってるだけなんで、その、なんか、いちいち下ろすとか、うん、自分の体乗っ取らせるみたいな、なんか、天使にラブソングのおだめみたいな、あんなの、はい、なんかする必要あんのみたいな。なるほどね。はい。すごく、だから、スクナさんはスクナさんで自分に正直になんか、まあ、見えたものを言って、ね、思ったことを発信してるっていうことなのは、すごく分かった。なるほどね。スクナさん、先ほど、その、言霊を使った場合に、ご自身に非常に疲れるとおっしゃってたじゃないですか。はい。具体的にどんな感じで影響を及ぼすんですか、ご自身に。そうですね。まず、僕、そもそも体がまず、そんなに強くないというか、はい、まあ、めっちゃ弱い方なんですよ。あ、そうなんですね。具体的に一番やばかったのは、はい、地震。はい。
関東に来る地震が、なんか皆さん怖い。はい、で、うちのコミュニティの1000人以上、当時、まあ、1000人ぐらいしかいなかった、1000人ちょっとしかいなかったんですけど、1000人以上から、なんか先生、その、地震止めてくれませんかって言われたことがあって、はい、まあはい、で、はい、地震止めるなんか、まあよくわからないけど、とりあえずやろうかと思って、はい、で、まあ自分で、まあこうやったらこうなるなっていうのはわかるので、感覚で。ほう。まあ、それをやったら、繰り返したら一切動かなくなりました。1ヶ月間。はい。なので宣言してるんですけど、二度とやらないですし、はい、あの、もう、そもそも僕は、地震起こる場所とかも全部、あの、ファミリーには伝えてるんで。いい反応っすね。そうわかるんすか僕が見たところって、はい、その見た映像、はい、通りになるので、はい、なので分かるとか分からないとかじゃなくて、見てきたって感覚なんですよ。怖いって。すいません、怖いって。怖いな、それ。人ってでもやっぱ先のことね、知りたいけど、知りたいけど、やっぱ怖いんだよね、知るのもね、みたいな。全然もう P 入れるんですけど、どんな映像見えてるんですか、地震の。とりあえず僕、関東大震災は、まあ絶対起きるっていうふうに言っていて、で関東大震災起きる時の映像については、まあもうピン入れていただきたいんですけど、きっかけがあるんですよ。を震源地とするところと、が、両方同時に揺れます。そうなったら、その後来るのが直下型です。ちょっと直下型です。それがあったら、その後に、大きいのが。はい。きます。で、はあの震度が5、はあ、で、の震度が4、はあ、5と4です。で、それが来たら、そうですね、僕が見た新聞だと、はあ、関東大地震かな。関東大地震。名前でした。はい。それって、あの、結構東京パニックになる感じですか、はい、でパニックどころじゃなかったです。あの、まず僕が見たのは、はあ、ヘリからの、多分あれ上空の映像だと思うんですけど、はい、東京の街が相当真っ暗になってたし、はい、あの東京タワーがまず消えてて、はい、東京タワー赤かったんですよ。はあ、っていうことは、あれ下燃えてるんやろうなっていうのがあったんで、めっちゃ死にます。めっちゃ死ぬんすか？めっちゃ死にます。あの、スクナさん？はい。南海トラフはどうなんですか？南海トラフ見えなかったんです。関東大震災の方が。はい。めちゃくちゃリアルに見ました。関東大震災に関しては。で、それ何年かももう分かってるんですか、アスクナさん。あ、で、僕がそれを止めたのが、はい、要は本当やったら、はい、あれいつやったか、2022年、今2024ですよね。2022年。コロナ禍真っ只中で関東大震災起きてたんですか？あ、そうです。僕、ちなみに、その東京オリンピックもないよっていうことはずっと言い続けてたんで。はい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 。2020で開かれることはないよってその前から言ってたので、はい、なのでなんか僕はそれはコロナじゃなくて、はい、コロナって僕見れなかったんですよ、自然物じゃないんで絶対、はい、人工物なんであれ、はい、なんで僕、はい、人の手が加わったもの見れないんで、はい、単純に、はい、なので、コロナで亡くなるんじゃなくて地震で亡くなるもんやと思ったんですよ。ほら、そのスクナさんが止められたから、はい、それは大丈夫なんですけど、それがまた起きるってことなんですね。そうです。僕もなんか別に止める気も本当にないですし。止めて怖い。スクナさん怖いって。本当に、まあ、はい、オカルトというか、ダメぐらいで聞いてもらったらいいかなと思ってるんですけど、でもマジな話で、はい、これ全部、すげえ。うちのコミュニティは、はい、この経緯とか全部知ってます。もう何年もかけて、これ、何年前の話って話なので、あ、そうなんですね。うちのコミュニティは全知ってます。あと、はい、僕が見た新聞っておっしゃいましたけど、はいはい。その、地震が起こった時の新聞みたいなのが、映像として、スクナさんが、脳に入ってきてるってことなんですか？はい、そうです、そうです、そうです。ちょっと、スクナさん、死にたくないんですけど、はい、どうしましょう？本当に、備えていただきたい。そうですよね。それはそうでしょうね、やっぱり。いや、怖っ。何があるかわからないのに備えるという、有事に備えるって、まさにこういうこと。あと、本当に、ちょっと、
あの、自信とそれちゃうかも申し訳ないんですけど、はい、あの、はい、大統領とか先ほどね、国の何かからお願いがあるっていう時は、はい、どういう形でスクナさんにお願いが来るんですか、そういうのっていうのは。僕が来たのは、どういう状態だったかっていうと、はい、今日本人に対して、まあ、言霊を与えてますよと。だけど、はい、別にこの力って海外の人間にも使えるよねっていうふうに思ったんで、あ、俺なんか、とりあえず俺に縁があるやつみんな助けようっていうふうに思ったんで、あの、呼びかけてみたんですよ、うちのファミリーに。俺なんか海外のやつもさ、なんか救えるやつを救っていきたいから、言霊与えたいから、ちょっとお前ら、あの、紹介してっていうふうに言ったんですよね。はい、そしたら、あの、スクナファミリーのうちの一人が連絡くれて、はい、あの、先生、こういう方が、あの、いまして、みたいな。で、その人は、その、某国で、なんか、学校の先生をやってます、うん。で、学校の先生をやってて、で、その学校の先生やってるやつから依頼が来て、あ、わかった、じゃあ聞くわ、って言ったら、まあ、何々っていう人が死にかけてると。うん、で、その人のことを助けてあげてほしい。あ、まあ、今じゃあどんな状態か見るから、まあ、とりあえず送ってきて、情報。で、送ってきてもらって、で、見て、あ、お前ら死ぬな、ってなって、じゃあ、言霊ちょっと与えようと思って。なんですけど、その何々さんっていうのがめちゃめちゃやばい人で、じゃあどういうつながりやったかっていうと、その学校の先生をやってる、のは男の人で、その人の嫁さんが要はその某重要人物の親戚にあたる人だと、うん、ほー、でそこでつながってって、でなんか少なってやつがおるから、ちょっとこの言霊っていうのを聞いてみようってなって、でまあ病室でじゃあ再生しって言って、まあもちろん国の重要人物なんで、あの一切誰も入室禁止の状態にはできるんで、はい、まあ、僕の言霊は他人に聞かせてはいけないの でその僕の言霊を、その人に渡したっていう感じですかね、流れ的には。おお、なるほど。はい、ちょっと最後にいいっすか、スクナさん。はい、僕若干今巷で噂なってまして、はい、なんか僕の言葉めっちゃ強いらしいんですよ。はい、でなんか見つけたいんですとか言われて、じゃあ猫ちゃんが帰ってきてないから猫帰ってきますようにって、さっきね、スクナさんようにはあかんって言ってはったんですけど、猫帰ってきますようにって言うたら猫帰ってきたりとか、なんかちょっとしたその言霊と言いますか、願いが若干叶う率が高くてですね。はい。俺ちょっと怖いんですよ、自分が。最近は。はい。そもそもみんなが願いって言ってる正体って多分みんな分かってないなと思うんですけど、はい、別に願いなんて祈りとか、はい、そういうなんか儀式的なものでも何でもないですし、はい、何々になりますようにっていうようなものでもないんですよね。はい、結局、理解しなければならないのって、はい、自分の世界って自分だけのものだと。はい、いうことを理解して、はい、で、その世界を自分が操ってるんだっていうことを、はい、まあ、自認自覚をするっていうことが、はい、まあ、最も重要なのかなっていうのを思ってるんですよ。はい、なので、ノブさんは、はい、その、自分が何々になりますようにって言いながら、ノブさんは僕、見させていただいて、不思議な力をお持ちなので。マジですか？持ってます。僕、不思議な力っていうのは、霊感とかでは絶対言わないんですよ。霊感なんて誰でも持ってるんで。その霊感以外の不思議な力っていうのは、はい、霊視と呼ばれる境地に至ることができる、その可能性を秘めた力って僕は呼んでるんですよ。はい、なので、ノブさんは見ようと思ったら、はい、いわゆるその先を見通すことができる人では間違いなくあるし、はい、プラス、その猫ちゃんが戻ってきますようにっていうのは自分の中で、はい、もう無意識の領域で戻ってくるっていうのを思ってます。じゃなきゃ、その世界がその通りにはならない。多分これを言われて、ノブさんは理解できるんじゃないかな。はい。はい。え、もう見ていただいてるんですか、僕とモーモーさんを。あ、見てます。二人ともちなみにお持ちです。マジで。モーモーさんも僕も持ってますか？あります。絶対にあります。絶対にしていいです。あ、僕ってどういう人間なんですか？自分で分かんないですよ。モーモーさんはご自身で分かってらっしゃると思うんですけど、はい、もうずっと、なんて言うんだろうね。言ってしまったら、まあ、失礼な言い方になるかもしれないんですけど、はい、空っぽの部分をずっと埋めようとしてる人。なので、自分自身がどういう人なんだろうっていう、その、問いかけについてもそうなんですけど、やっぱりその、探しているなとは思うんですよ。で、あと、もうほんとドライです。モーモーさんは。ものすごく。なので、その、人間に対して嫌いなんですよね。動物とか自然が好きなんですよね。って言ったのはそのまんまだし。だから強い力っていうのはお持ちではあるんですけど、はいはい、ノブさんは、はい、脅威体質っ
ていうよりは、はい、受け入れてる人です。なので、はい、その別になんか勝手に取り憑かれるんよねじゃないし、別に取り憑かせようと思ったら取り憑かせられるし、取り憑かさんとこうと思ったら取り憑かさんとかできるんですよ。はい、で、モンモさんは、はい、一つのことに固執したりとか、いわゆるその強い、念、ご自身の念っていうものをぐっと持ってしまったときに、自分じゃどうしようもない、レベルで向こうが寄ってくるので、そこのコントロールっていうのは、モンモさんの場合は覚えた方がいいです。力としてはモンモさんのその取り憑かせる力の方が強いので。ほー遊び人がレベル20で賢者になれるみたいな。ドラクエ3の話しとるな。え、ありがとう。あ、そうなんですね。うん。だから、使い方間違えたらブワーって寄ってくるってことでしょ、うん、そうですね。暴走してなんか、うん、ね、漫画とかだと、こいつのせいでなんかいろいろダメになっちゃうみたいな。いや、そうですよ。スクラさん、僕はどうなんですかね、どういう人間なんですか。ノブさんは、はい、僕が思うのは、はい、覇者。だから自分の中で自分の世界の覇者。自分がこうしたい、ああしたいっていうものについては、まあ、必ず達成していこうという気概があるじゃないですか。はいはい、なので、まあ、気合がめちゃくちゃ入ってる、はい、人、自分の人生に対して気合が入ってる。で、はい、まあ、正直、はい、その自分が利用できるもんやったら、はい、まあ、利用してでも、はい、どん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 こう、のし上がっていこうとする、野心、野望の強い人ですよね。めちゃくちゃ。はいはいはい。まずは。はい、で、好きな力な面においては、はいはい、うん、別に、正直、例のことだって寄せるでしょって思うので、いちいちなんか取り付かす必要もないし、はい、その、されってした、だったらいいと思うし、まぁ、あ、ちょっとコンテンツをちょっと荒らしてしまってるかもしれないけど。いえいえいえ、はい。だから、別になんか、怖いと思ってないでしょ、だって。はい、はい、はい。感じですよね。うん、だから、そこに対してやっぱりしっかりと、まあ、コントロールが、はい、まあ、できる人なので、はい、まぁ、あ、霊的とかって言い方をするんじゃなくて、はい、その、もっと磨かれたらいいんじゃないかなと思うんですよ。もっと生まれたそれ資質なので。はい。はい。そうすると、それこそその、言霊。はい。人間が言ってるレベルの言霊の頂点は取れると思うんですよね。マジっすか？マジっすか？全然いけると思います。てか、それは正直その不思議な力を持ってて磨く人だったら誰でもいけるかなと思ってます。ああ、なるほどね。ノブさんは多分、その世界にめっちゃ今触れてるじゃないですか。だから、神経がどんどん研ぎ澄まされていってる感覚っていうのがあるんですよね。なので、うん、それをしっかり、なんていうんだろう、自分の中で物にしていけば。でも多分なんか正直多分僕の言葉があったら多分、どれぐらいのことにはなると思います。いや、なるほど。マジですか？はい。まあ、というか、僕は、基本的に、自分がいいなって、思った人とか、はい、あとこう、いや別に、別にてくれってむしろ言ってるんですよ。はいはい、人間みたいな、泥棒と思えよって教えてるんで、はいはい。そんな、だって、正直、嘘つきしかいないじゃないですか、人間なんて。僕も死ぬほど騙されてきたし、はい。もう本当に嫌いなんで、なので、興味がないんですよ。嫌いっていうか、興味がない。はいはい。だけど、その、自分の中で、その、何かを変えたいというか、はい、まあ、わかんないですけど、なんか、どうなりたい、どうありたいかだけなんで、人生なんて、所詮。うん、なので、その、どうありたいか、どうなりたいかっていうのをしっかり明確に持ってさえいただいて、かつ、多分その考え方を変えた方がいいです。今、世の中洗脳されてるんで、みんな。うん、その、うん、なんか、ワクチンがどの頃とか、アホなこと言っとらんとか、はい、その、そもそもお前らの世界ってお前らだけのものであるということを自認自覚しろっていうのを強く僕は言いたいので、それをした上で、エネルギー。エネルギーは絶対人間足りてないので、うん、僕のエネルギー使ってもらって、うん、まあ、思い通りに、まあ、何でもしていただけたら、なんかみんな楽になるんじゃないとは思いますけど。なるほどね。いやー。ちょっと、スペシャルで呼びましょう、今度。スクラさん、ありがとうございます。すごく貴重な。本当に。とんでもないです。お話たくさんいただきまして。ねえ。なんか本当に、なんか、そう、もう一段階自分自身で上がってみようかなと思いました、僕。うーん、なるほど。いや、なんか、ね、ね、あ、そうだったんだって自分思う節もすごくあったんで。うん、そうですね。ねえ。ひさん、まあ、ありがとうございます。いえいえ。ねえ。いや、本当に、スクナさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。で、スクナさんのチャンネルとはですね、概要欄の方にですね、はい、載せてありますので、そちらからチェックしていただきまして、チャンネル等を皆さんしていただいてですね。よろしくお願いいたします。そして、ヘルマロー君のチャンネルの方も、正しく概要欄貼り付けてありますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。というわけで、スクナさん、
非常に面白いお話って言っちゃっていいのかな、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、ということで、この先もまだまだ、シャレにならない占いやっていきますので、皆さんお楽しみにということで、締めさせていただきましょう。皆さんどうもありがとうございました。